はい、始まりました。一瞬 T シャツに戻った。はい、始まりましたね。いや、久しぶりに。はい、ちょっと髪の毛ごめんなさいね、二人とも変な感じなんですけど。おー、どんぐらいぶりっすか。いや、さ、先月も出たじゃん。いや、俺マジ1ヶ月ぶりぐらいっすよ。だから先月も出たじゃん。そう、先月も出たまあ、そんな感じで今日もね、今日あと、まあ店長は来るんですけど、とりあえず今二人でやっていくんで CM ダーッ、どっかにガリガリガガはい、ということで、はい、始まりましたね。今ちょっとね、はい、ごめんなさいね。よし、やりましょう。どうしようか、今日締め日ですからね。そうなんですよ。今月の AJ は25日が締め日になったということで。はい、そうなんです。なんでしょう。はい25日が締め日になったんで、まあ今日がつまり締め日で、はい、月初ですね。来月の頭には難病難病じゃありません。ナンバー発表が、できるようになるんですね、なんと。そうなんですよ。だから今日は、はい、締め日ということでね、まあ、ナンバーワン、ツー、スリーで、はい、ニコ生っていうことで、僕ら3人、ね、まあ、店長来てない、取締役になったんですけど、あの野郎、ライトさんがね、あの野郎って言うダメよ。で、あのライトさんがね、まだ来てないですけど、まあ、ワン、ツー、スリーで。ちなみに、どういう順番でワン、ツー、スリーだと思いますか、今の現状。どうでしょうかね。さあ、言ってくれたらいいんですけどね。はい、力って最近めっちゃ売れとるやん。僕はね、売れてなかった時期はございませんと。え？いつから？いや、僕は今年、はい、総理、10万円でも売れてると思ってたっすから、僕。まあね、売れてる。ちょっとは売れてるから、ね。そう、10万円とか5万円とかでも僕は売れっ子だと思ってましたね。当時から。まあ、ね、だから今は僕は売れてると思ってます。いや、売れてる、売れてる。いつでも思ってます。今、力人君は本当に。いつでも思ってますよ。それだけ。爆乗りですよ。ずっと売れてますよ。ずっと売れてますよ。だから、1000万とか上げる人は、売れてるんじゃないです。売れすぎ。逆に。あ、売れすぎっていうわけで、代表はあれは売れすぎです。売れすぎバカバカね、やめましょう。ディスんだ、よくない、よくないよ、くない、よくない。もし見てたら怒られるの僕らですからね。君だから。なじゃないから、君だから。あ、僕ですか。ライト、リッド、はるかの順、正解ですね。まあ、そんな感じですね。大体そんな感じですよ。まあ今日で俺はもう多分10番以下になると。アジです。はい、アジです。アジですね。これお気づきの人いると思うんですけど、アジです。アジです。アディダスではございません。アジです。アジです。アジです。アジなんですよ。イチローも来てるから。アジですか。アジ、アジです。アジですか。ね、あ、来ましたね。おはようございます。兄貴いらっしゃいましたね。あ、まだまだですね。はい、まだみたいで、今からちょっとお化粧するみたいな。見たことないよ。化粧して、化粧してんの見たことないよ。香水振ってネットなのに香水振って。今月はね、ちなみにイベントがありまして。今月です。もう終わっちゃったんですけど、愛とゆきくんと、いやー、すごかったね。ゆきくんの、いやー、盛り上がったね。もうめちゃくちゃね、いやー、すごい盛り上がったね。キャストの2倍ぐらいのお客様がいましたからね。あ、本当？うん、そんないた。そんぐらいいました。200ちょいぐらい、ね、ぐらいいたよね。あ、いいね、それ。逆にナンバー4か6の予想当てたい。いやー、当ててほしいね。どうぞ、なんかお願いします。あー、知りたいね。まあ、イベントがあった。ゆうきとゆいくんのバースデーがありましたね。はい、それぐらいですかね、ヒントは。ヒントはそれぐらいです。で、どうぞ。あ、来ました。うちの不動の不動産王です。不動産王です。トランプなんで喋らへんのっすか。めっちゃ笑っとるけどね。不動産を置きました。不動産を置きました。錦鯉と取締役です。おはようございます。さあ、やりましょう。そんな顔だったっけ。
な感じだったっけ。おはようございます。おはようございます。はい、はい、久しぶりですね、3人出るの。そうだよね。え、先月もできなかったそうですね。これだけ言えばいい。なんだかんだ、なんだかんだ毎月毎月この3人ですね。締め前は変わらずですね。だいたい締め前は、まあ、ワン、ツー、スリー絶対出るって決まってるんですよ。どうしましょう。ね、本当にね。これ大丈夫。でもイベントの時、勇気お茶引いてなかった。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ、多分ね。お忙しでしたね。あんま僕記憶がないんですけどね。僕もちょっとあの日はだいぶ、あんまりちょっと記憶ないんですけどね。だいぶお酒飲んで。ゆきくんって誰かね。ゆきとが仲いいらしいですけどね。なんか、ゆきくんって誰かねっていうことがあって。いや、まあ長いですよ、でも。すごく。5年ぐらいやってますからね、放送。お茶引くわけがない。過去形やってましたね。いや、でもね。いや、盛り上がったっすね。ゆいくんと会うときはね。喋ることないの、あんまり。だけど、ナンバー4から6当ててもらいたいですよね。あ、そうですね。逆にナンバー4から6の予想当てたいですから ね当てたい。いいですね、当ててください。当てたい。ぜひ当ててくれ、うん、当ててほしいですね。4番、まあお前かっていう感じの子が4番ですね。あー、確かにね。今は今は3位との差が7000円3番と4番の差が7000円ですからね。何があるかわからないですよ。ピッチャーに会えで部員ですよ。刺されますね。生フォレイヤー。あー、なるほど。はいはい、なるほどね。なるほど。だから、いや、4、5、6って一気にやってもらわないと何も言えないでしょ。そうですね。なんか一気にペってやって6番まで出してもらおうか。6番までですよ。4、5、6忍マジかよ。いきなり忍の前、忍が4番みたいな感じで。忍マジかよ。いやー、忍もすごいですからね、今ね。忍くんすごいですからね。ゆいくんもバースやったっすからね。全然僕ら話聞いて、4、5、6一気にやってもらわないと。ゆいたわした。おお、そうなんですよ。ゆいくんたわしましたね。ゆいくんはたわしいっていうことかな。たわし。りゅう。ゆうくん。りゅう。ゆうくん。2回しか見たことないけど。アルバイトの子ね、ゆうくん。髪の毛、ゆい、れいや、しのぶ、おお、バッグもっと売れそうなのに、うん、おね、二代目おにぎり今来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ゆい、れいや、しのぶ、なるほどね。惜しいね。惜しいです。お、しのぶ、れいや、ゆい、あー、なるほどね。結構やっぱいい線行ってくるんだね。あの108番さんはありえないぐらい外してるから。お話にならない。びっくりするぐらい違う。びっくりするぐらい違う。まあ、もう行っちゃいましょうか、答え。行っちゃいますか。そんな、こんな話伸ばしてもしゃあないんです。4番が、あ、6から行きましょう。6番が、レイヤ君ですね。今現状、今日までがレイヤ君ですね。次は、しのぶくんです。そして次がゆいくんですね。そしてそのゆいくんと7000差のはるかくんです。やばいっすね。いや、すごいですよね。いや、びっくりですよ。7000円ですよね。7000円の差、どうしたの、どうしたの。え、びっくりしすぎて血出てきたの急に。今日なんかひげ剃ってたらほっぺたらピッて切れて、めっちゃ血出てる。尻に切れるって嫌ですよね、なんかね。びっくりしすぎて血出てもてんの、ほっぺたから。だからずっと血出てくる、一生出てくる。いやですね、キレるのは、と見せかけて DV されたの。俺が DV されるってよほどの女よ。いやー、もう本当にマジで僕からあの しゃべる内容全く話し合ってないんで、いかん、ね、今合流したばっかなんで。今合流したばっかなんで。何か話そう、ないですか、聞きたいこと。なんか誰が見てるのか分からんですけど、あったらね。僕らがしゃべっててもね、ね、やっぱテレビとは違った楽しみをしてほしいんで、会話がしたい、リスナーと。もう僕はリッキーはいつまで売れるの。なるほど。僕はだから、僕は売れてない時はないって何回も言ってるんですけどね。さっきから。だから僕は5万円売り上げても売れてるって思ってた。さっき言ってたんですけど、5万円でも売れてるんですから。いや、その心大事。5万円使ってくれる女の子がいてるんだから、ね、実際もうその時点で売れてます。売れてます。はあ、確かに売れてますからね。何、イベントの時に尊敬してるから勝ちたいってゆいが言ってて感動した。ああ、誰の、誰のこと。わかんないですね。誰のこと。ガクじゃないですか。ガクくんのこと。仲いいんだよな、ほら。ガク50人いても勝てるかどうかっていうところ。なんかね、まあゆいくんにはなんかすごいこう、うん、
ライバル意識を持たれてるわけなんですけど、絶対勝ちてって言ってたんですよ。言ってましたね、うん、よく言われますね。朝も喋っててなんかもう絶対勝ちてですね。いいね、絶対絶対負けたくねえ。負けないっすね。おお7000円やからね。でも7000円も離れてれば十分ですよ。7000円やったら割と何でもできるもんね。割とええ飯食えるですからね、うん、全然1人だったらかなり。7000円やったらね、普通に高円寺かどっか行ったら多分7000円抜いてくれるから、ね。うん、全然7000円で抜いてくれる。気持ちよくなる人は多分2回抜いてくれる。7000円で全然抜いてくれるから。気持ちよくなるよ。いや負けないっすよ、どんなことがあろうと。ゆいくんには7000円差か。君ら二人とも寝起きな感じ？僕はかっこ服装とかスーツが、僕はね、お店を出た瞬間に、あ、新しいスーツが今日届いたんですけど、出た瞬間に6時に来るって言ってたんですけど、まあちょっと遅れてしまったみたいで、出た瞬間に来て、そう、もうやっと1ヶ月半かかりました、スーツ作るのに。長かったね。長かったっす。靴も買って1回も履いてないんですよね。ほんまやね。今日やっと1ヶ月ぐらい経ってるもんね。1ヶ月ぐらい寝かしといたね。やっと見る。でも何回かガク履いてたけどね。マジっすか。リキとか休みの時に何回かガク履いてますよね。家で。いくらなんすか。いやもうめちゃ安かったっすよ。もう10万円いかないっす。オーダーメイド、ね、オーダーメイドで、フルオーダーで安かったよね。安いですよ。シーナーた誰ですかね、ひなた君。誰なんですかね。ひなた君はちょっともう誰か分かんないんですけど、てかすごいやっぱひなたいなくなってから聞くんですけど、え、ひなたはとか、ひなた君はみたいな。ひなたってそんなね人気だったんだな。需要あったん、めっちゃ需要あったんや、ね、いなくなって分かる、ね、うん、その子が入って救急車乗ってたよ。あ、救急車ね。救急車の、みんなもお酒好きですか。結構これ見てる人たちはお酒好きですか。お酒はお酒よりも日向くん、ね、お酒好き、ね、酒好きですか。まあね、 QR になって運ばれないように結構割と浸透してるんですよ ね。誰かツイッターに上げたんじゃなかったっけ。あ、レイヤが上げてましたね。レイヤとユウキがくんも確かユウキが最初に多分乗っけて、あ、こいつやってるわと思ったっすよ ね、 あ、 ね、あ、ユウキが乗っけてた。そう、ユウキが乗っけてた。一番最初に乗っけた。そうなんですよね。QR ってどういう感じで分かるの。なんなんすかね。ちょっと人間の危機的状況になったんです。そうですね。なんか、もう多分この子死ぬんだろうなっていう。これ多分放置したら死ぬんだろう。これも放置したら多分このまま衰弱していくんだろうなっていうのが多分 QR ですね。痙攣はしますね。痙攣はしてますね。もっとひどいと泡もきますよ ね。 そうですね。だからもう最初ね、痙攣してる時もほんまなんか気持ちいいことしてるんかな。気持ちいいのかなって思って、ずっとアッフンアッフン言ってるから、ずっと気持ちいいかなって思ってたから。やってましたね、アホアフ。まああるあるですからね。そうですね、レイヤ君とレイン君が付き添ったんですけどね。レイヤ元看護師なのに、ね、ずっとシャメだけ取ってたらしいですね。付き添って僕とリキト君は冷やかしに行きましたね。一瞬行こうと思うんですけど ね。一瞬冷やかしに行きましたね。一瞬だけ。いやーね、よかった、死ななくて。でも結構多いっすからね。いつしか1年半とかですよね、あの大阪の店で、テキーラ、テキーラ飲みすぎて死んじゃったホストの子。多分ねっすよ。まあお酒はね、まあ、こんな仕事して言うのもないけど、適度にね。適度がいいよね。そんな飲んだらほんとにね。リキド君も気絶したことあるもんね。あります、あります、あります。でも酒はあんま関係ないでしょ。いや、もうあれはどうなんですかね。あの15食連続ラーメン食べてね、15食目の二郎さんの中で気絶しましたね。まあお酒も飲んでたってのもあるんですけど、多分15食連続ラーメンが多分いけなかったでしょうね。俺も気絶したことあるけどね。俺シャンパンコール中にシャンパン飲み終わって、そのまま気絶したことある。上にわーってって吸って、あ、もうこれで今日終わったって思ってた。あぶね、あぶね、あぶね。やっぱお酒はやっぱね、よくないっすよ。よくない、よくない。だって金曜日、しかも僕らあのボトルでデンジャラスが下ろせるんですよ。そうやね。ポカレロ、テキーラ、イエガ、タランチュラもいけるですね。お、下ろせる。あんまりね、おすすめは僕らしてないんですけど。ひなた君めちゃめちゃ人気やね。ひなたとちょいちょいかける挟んでくるね。これもひなた君すごい人気。ひなたが書いてるんですか。ひなたが自分で。ひなた君すごい人気。、ね、そんな人気なんやったらひなたがお店におるときに来てあげてほしかったよ。てかもう LINE してあげたらいいですよ。 LINE してあげて、 LINE してあげて。あ、もうタイミングで CM お願いしますって出てるんで。
ゃあそれ言っていいよ。それ言うてええの。読んでるもんだぜ。じゃあはるかさん、いつものやつお願いします。いつものやつ、いつものやつ、 CM5 のやつですか。CM? CM? カンカン。慰安旅行って年何回あるんですか。年4回で。今までどこに行ったんですか。福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか。入店してすぐでも行けるよ。マジか。やっぱりロミジュリっすね。中指立てて見られるとこだったんで、 QR って異線状とかするのとかね。まあ QR なんてことあります。ちなみに QR はないな。てか季節自体がそんなになんかないかな。まあね、俺母親と喋ると貧血になって倒れる。ストレスや。いやなんか親に怒られた瞬間貧血になるの、いつも。絶対ストレスでしょ。いやトラウマだろただの。俺お母さんと話すとすごいお腹減る。あーなんかいいじゃん、顔見るとお腹幸せそうじゃん。そう幸せそう。顔青ざめてって唇紫になって俺倒れるからね。お帰りなさいまで。ああ、はい、画像と動画がリンクしないのどういうこと。どういうこと。画像と動画がリンクってこっち分かんないですね。分からないですね。なんかないですかね。話ください。もう行っちゃいますわ。話ください。話ください。来月の話したら。あー来月は、あちょうどいいですねそれ。あー忘れてました。バカバカ。来月からね、なんと週に1回まあ月に1回2部をやったんですけど、はいはい、2部営業だけをやったんですけど、来月からなんと週に1回2部になります。そうです。でー週に1回。そうなんですよね。まあメンバーは限られてるんですけどね。そうですね。メンバーは全員ではない。そうなんですよね。メンバーは言ってください。メンバーが錦ライド取締役と、うん、僕、そしてレイヤー副主任、うん、谷口パフェくん、忍くん、あとロナンド。以上5人になります。5人だと、まあ、アルバイトの子が、アルバイトの子は何人かちょいちょいっているくらいで。そうですよね。基本はその5人で。そうで、なおかつ、まあ、僕とリキド君とレイヤ君は寮部出勤なんで。はい、そうなんですよね。一部で馬車馬、馬車馬ですよね。馬車馬ですよ、ほんとに完全に馬車馬です、ね、社畜です、社畜。まあ、なんでこれをやろうかっていうのはね、ほんまに。いや、一回鬼出勤してる女の子の気持ち分かろうかな。ほんとその通りです。一回ね、鬼出勤してる女の子の気持ち分かろうかなって。ね、まあ、週1なんですけどね。週1で週1やってみていけそうやったら、もう女も全部やったろうかな。いっそのことありですけどね、それも、いっそのこと鬼出勤したのかな。日付がですね、火曜日の朝ですね。はい、火曜日の朝、月曜の一部が終わって火曜の早朝、朝、6時オープンです。そうなんですよね。で、27日から、来月の月になるんですけど、二部が始まるのは、4月の4日からになるんで、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ぜひとも皆様来てください、本当にね。お願いします、ね。まあでも僕今の AJ より広い箱で、まあ、2部5人ぐらいで2部営業やったことあるんだけど、はいはいはい、まあ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 できんことはないけどね。少なくても分身の術とか使ってましたけど。もう、はい、でもメンツはやっぱ大事ですよね。メンツ大事、僕らすごい大事。あの AJ の一部よりすぐりして。そうなんですよ、ね、2部5人で臨むわけ で、はい、よりすぐられなかった方が、ね、かられなかった。いかんせん両方来ない可能性もある。そうそう。彼の場合はね、ちょっとあるかもしれないんでね。そうです。ぜひともね、まあ営業時間ちょっと短いんですけど、ちょっとあんま、そうですね、長くはないんですけど、そうなんですね。6時オープンの、終わりは未定ということ。未定です。未定ですね。
何時に終わるかわからないですよ、ぶっちゃけ。もうどこかのいいお姫がね、パッて来てくれてね、パッて100万くらい使ってくれたらその場で閉めますけどね。閉めます、店その場で閉めます。店より主要タイム、その場で閉めて、鍵閉めて遊びましょう、みんなで、みんなで遊びましょう。やりましょう、店の中で鬼ごっことかしましょう。やりましょう、花火でもいいっすよ。やりましょう、やりましょう、本当にね。だから本当にあれですよ、一部ね、来ていただいて、それから朝まで飲んで、それから二部まで飲んで、で、そのまま一部まで飲んで、もう一回一部。全然ありです、全然ありです。パリピシャイオナの子、ぜひ。もしね、どうする、初回のお客様がパッて来て、はいはい、私、今ここで現金でこんだけ使うから、このまま一部まで開けといてよって言われたとして、いくらやったらいいよって。僕指名だったら50からです。いや、まだ安くない安くない。いや、僕はもうね、力と指名やったら50。僕、やっぱ結構担当で割と持ってるじゃないですか、その、なんですかね、こんな50は無理。僕は一回帰るもありですまあそれはなしですけどね、100ぐらい、やっぱ100ですかね。あー、なるほどね。100、もうちょっと欲しいけど、まあ欲張りはしない、100からで。なるほどね。やりますよ。な、まあさあ、そやな、おいくらか、おいくらか、はるかさんいくらですか。どんぐらいだろうね、2? 200? どんぐらいじゃない、だって1時までオープンでしょ。そうだって普通の一部の時間でそれぐらい使う子もいるんだから、かなとは思うけどね。なるほど。ライトさんはもう200ぐらいかな、ぐらいかな、200ぐらいかな、200ぐらいと、その子による。まあまあその子その子と長時間おるのがしんどいのかな。しんどかったとしたら、いや面白くない、こうやったら、いや。なるほどなるほど。どうする、私こうお金使うから、2部まで、1部の終わりまで開けといてよって言って、こんだけ使うからって言って、その子ずっと無言やったらどうする。地獄。もうどうする、きついな。もう8時間ぐらい怖いで俺ずっと。まあ、なんか最悪ですよ、もう僕一人で今見せるんで、みんな帰っていいっすよっつって。なんかね、いやでも、もし学指名の子がはいはい、はい、それをやってくれるって言うんやったら、俺20万でもおるわ、一部までおるわ、全然いいわ、間違いなく。それはそうですね、ガクでしたらば、うん、ガクくんがもし2部でラストを歌ったらどうする。ありそうっすけどね、でもワンちゃん、そう、ガクくんがもしラストを歌わせてもらえるのならば、じゃあもう全員でアフター行くよね。行きます、全員で行くよね。そしてもし2部でやったらラストを歌ったら、もう2部の代表にしますから、彼をほんまに。それぐらいの気持ちで。だから今もしこれを見てて、まあガク君指名の子、まあないし、まあうち、もしうちのお店に来たことがない子がね、はいはい、いたらね、ガク指名で来てくれてね、ほんまにパッね、ほんま30万円ぐらい使ってもらったら、もう、まあ、さっきより10万はげたんやけど、こっそり10万はげたんやけど、30万円ぐらい使ってくれたらね、こっそり払って、ね、そのままね、どうする、バーベキューとか連れていくよね。あ、もういいですね、いいっすね。全然一緒にそのままバーベキュー連れていくよ。いいですね。SNS も上げちゃう。上げちゃう。もう上げちゃう。パフェ指名のこと思って。上げちゃう。上げちゃうよ、もう。女の子も上げちゃう。でもそれぐらいでも本当に、パフェを、ガクじゃないですけどね、パフェを。パフェくんね。パフェくんを指名してほしいですけどね。本当に。VIP待遇ですよ。そうですよ、もう、パフェくん。パフェくん指名のお客様も全員 VIP 待遇ですよ。VIP 待遇です。もう VIP 待遇ですよ。兵士し放題、愛されてる、愛してますよ彼は。一番でも、一番ではないですけど、まあ平均に喋れるっすよね、うん、まあ、頑張ってるからね、一番彼は、うん、なんで売れないのかね、あれなんすか ね本当に。あ、携帯縦に持ってるの見たことないですけどね。ずっとこうやってずっとこうやって画像見てるもんね。そうですよ、これずっとね、まあ、見た目は昔よりイケメンになってる、めっちゃかっこよくなった、かっこよくなってるっすね。そうそう、何かが多分ダメなんでしょうね、何かがダメな、なんかチンコもでっかいんですけどね、めちゃくちゃ多い、そうなんですよね。あ、いいのこの時間帯チンコ。いいのかな、いいのかな、まだ早いね、体もいいから。そう、チンコもでっかいんですけどね、なんかそこだけは、そこだけは自信を持って、ね、
でもタクとかで誰が一番でかいって聞くと結構謙遜して良いかなーって言うんですよ。でも実際は自分に一番自信がある。自分が一番でかい思ってる。俺がこの間酔っ払って「おいチンコでけえやつ!」って言ったらガクパッて振り返ってその時はね、ゆいくんを呼んでたんですけど、いやそう僕はゆいくんを呼んでたんですけど、ゆい全然違う掃除してたガクがパッて向いたもんね。相当自信あるんでしょうね。相当自信あるんでしょうね。いやゆいはほんと綺麗な形形してる。そうなんですよ。形綺麗よ。でもしねこれ見ててうちの店来たことがない子でね、チンコでけえのが好きなんで、ね、好きならばゆいくんかゆいくんかゆいくんかパフェくんをね、チンコでけえのが好きだったら、そうです、好きだったらね、みんなで温泉行くっすからね、嫌でも目に入る。そうそうそう、温泉嫌でも目に入るんですよ。でちょっとびっくりするんですよね。うわそうなんですよね。ただいまだにね僕レイヤくんの見たことないですけどね。いやついてないの、多分ついてないと思うんですよ彼は。そうなんですよね。すごい抜け目ないなって。メモメモしてください。あと5分ぐらいですかね。あと5分、早いね。早いっす。あと2時間もできるよね。女優いやきついきついね。ラいやきつい。ラって言わなかった。なんか楽勝って言いそうになったんですけど、きつい。あれ来月のじゃあもう一つイベント、週1の2部とあと4月の7日ですね、七夕イベントです。やります今年も。で、内容は何でしたっけ、1時間1万円で飲み放題、飲み放題です。缶もの何でも飲み放題なんで、でもし浴衣で、まあ、僕たちは浴衣なんで、で浴衣で来てくれたお客様はなんと瓶も飲み放題ということで、瓶も飲み放題です。スカイブルー、スミノフ、やっぱ夏といえばミオ、スズメね、あと屋台もあるんで。そうなんですよね、店内で屋台やっちゃうんで。あとやっぱプラン、あとアメリカンドッグのアメリカ早食い対決、見どころ見どころといったら口の中パッサパサ。それやりましょう。アメリカンドッグの早食い対決やりたいですね。はい、それと、それで7日がそんな感じで、4月3日がレイヤ君のリアルバースデーです。そうなんですよね。4月3日、なんとあとヒゲの子も。4月11日がうちのナイキンのレン君っていうこの誕生日リアルバースデーです。あとナリキンさんの、あとそうですね、そう一番大事だ、一番でもない、4月31日が、マーキー司社長のリアルバースデーなんで、ぜひこぞってぜひね、今年で35だから35本のシャンパン下ろしてくれ言ってたんで、昨日言ってた、ぜひお願いします。35億って35億だできれば言うたんでお願いします。はい、本当にじゃあね、まあ、こんなグダグダな感じなんですけどね、まだ見てくれたらもう今日締め日なんで、ぜひともこの後お店でお待ちしてます。いやよろしくお願いします。お待ちしております。ありがとうございました。じゃあ最後7秒あるんで、はるかさんお願いします。最後、はい、いつものやつ、いつもの締めの締めのギャグ。はい、勝ちたいと思います、ゆいくんには。ありがとうございました。